はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。はい、今日は3つあります。まず1つ目は朝おはようって子どもたちにお話した時に、うわー先生のエプロンが可愛いって言ってもらいました。ちょっと年がいもなくひらひらついたエプロンです。はい、回っちゃいます。後ろはこんな風になってます。どうですか？はい、2つ目です。はい、今日はワゴン車の運転をしていたところ、乗ってきたお友達が、今日の給食はわかめご飯で第一声でした。わかめご飯大好きということで、帰りに今日の給食どうだったって言ったら、完食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 って完食の子がたくさんいました。で、わかめご飯美味しかったです。私も今日は山盛りのわかめご飯をよそってペロッと食べちゃいました。給食とっても美味しかったです。はい、3つ目です。3つ目は2学期になって初めてのキッズを行いました。今日は年長さんのキッズだったんですが、クイバーって言って絵に描いたものを iPad で読み込むと、それが立体になって出てくる、とても楽しい遊びなんですが、今日は旗をやりました。それをクイバーをやって、子どもたちが iPad を実際にかざした時に、どん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 こう絵が立体になっていく時の子どもたちの表情が、おっ、わっ、わっっていう、そのとても楽しそうな表情を見れて、私も嬉しくなりました。これからのキッズも楽しみにしてもらえるといいなと思います。はい、これが今日の私のハッピーポイントでした。ありがとうございました。はい、今日の私のハッピーポイントを発表させていただきます。はい、今日は火曜日ということで、自由に遊んで教室がありました。今日もなんですけど、たくさんの方が遊びに来てくれました。もう遊びに来てくれただけでもとっても嬉しいことなんですが、その中でもとっても嬉しいことがありました。遊びに来てくれた方が、先生、運動会の案内ありがとうございました。すごい中に入っていた案内状が可愛くって可愛くって、子供が嬉しくって、もう離さないで遊んでいますって言ってくださったんですね。なので、あれは先生たちが手作りで作ったものなんですよ、そう言っていただけると、もう先生たちみんな喜びますって言ったら、ああそうだったんですか、すごい、大切にしますって言ってくださったんです。もうすごく嬉しくなりました。で、もう一つなんですが、自由に遊んで教室も夏休みはずっとお休みだったんですね。それで久しぶりに遊びに来てくださった方が、こんにちはってお部屋に入ってきましたら、すぐに、あら先生、なんか髪型変えたんですかって言われまして、で、ちょっと9月の初めに私も髪の毛カットしたんですけれども、すごい思っていたより短くなってしまって、ものすごいなんか落ち込んでたんです。大きい顔がこうあらわになってしまって、そしたら今日来てくださった方が、すごい先生かわいい、どんな髪型も似合いますねって言ってくださったんです。もうそんなことないですって言いながら、もう体全身で嬉しいっていう気持ちが出てしまいました。いくつになってもかわいいとか素敵とかって言われるととっても嬉しいです。私もみんなのことをそういうふうに褒めていきたいと思いました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、今日の私のハッピーポイントを発表させていただきます。今日は9月生まれのお誕生日会がありました。梅組さんも該当時が一人いまして、そして私が今日9月生まれのお誕生日会の担当だったのですが、その一人の子が昨日からお誕生日になることすごい楽しそうにしていて、実際今日が本当のお誕生日だったので、子供たちと朝始まる前にサプライズでおめでとうっていう言葉をかけてあげると、その子がすごい嬉しそうに、なんかもう分かるぐらいの表情が変わって、すごい私も嬉しくなりました。そしていざ誕生日会が始まろうとすると、ちょっと緊張してしまって顔が真顔になってしまったんですが、インタビューの時には堂々と
しっかり言えることができてとっても良かったです。はい、これが一つ目のハッピーポイントです。二つ目は、いつものように給食を食べ終わると先生たちがお部屋の掃き掃除をするんですが、私は今日掃き掃除をしていて、ある程度ゴミが集まって真ん中に集めてたんですが、そしたら梅組さんのお友達みんながいきなりゴミにこう集まってきて、私がちりとりを取って吐くから大丈夫だよって言ったんですけど、子供たちちりとりいらないぐらいにもう手でこうゴミをすくってくれて、全部きれいにお部屋の中になってくれて、なんか、どうしたのって聞いたら、先生いつもちりとり取りに行く時間が大変そうだからって言って子供たちが言ってくれて、なんかよく子供たちも見てるんだなってなんか感心しました。そしていつも以上にゴミがない梅組さんのお部屋になってとても嬉しかったです。はい、これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、今日の私のハッピーポイントを発表させていただきます。私のブログにもちょっと書いてるんですけどね、先日からですね、大阪の保育園の園長先生、倉園先生とか呼んでですね、つぼみ組のちょっといろんな見直しをしています。まずお部屋のレイアウトとかを決めているんですけども、だいたい今日でレイアウト関係は決まったかなというふうに思っています。2日ぐらい前からですね、永井先生と2人でですね、カラーボックスといいますかですね、棚の方をですね、20個をこうドライバーで組み立てをしておりまして、もう昨日あたりこう化粧品でちょっと痛かったんですけどもね、これがどうにかこう収まったなというのが、私のハッピーポイントです。まだまだおもちゃが足りなかったりですね、仕切りがまだ足りなかったり、完成にはちょっと遠いんですけれども、まだもう少しあるんですけど、大体の枠組みが決まってきたかなと思ってます。つぼみ組自体の考え方っていうのをですね、今までとちょっと変えましてですね、年少さんのみそかすっていうと言い方悪いんですけどね、というような形ではなくてですね、2歳児には2歳児の必要なものがあると。で、決して年少さんを見て、その年少さんと同じようにやるとか、というようなことを目標にしないということをちょっと決めましたので、あと一芸先生中心にですね、保育の方も見直していきたいと思います。ますますですね、つぼみ組が楽しくなってくると思いますので、その点もゆくゆく私のハッピーポイントになると思います。今日はそういうところで私のハッピーポイントでした。ありがとうございました。はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日はですね、いつもと違って、つぼみさんはいつも児童公園に行ったり、年少さん、年中さん、年長さんと一緒に児童公園に行って、お遊戯だったり、運動会の開会式の練習をしたりするんですけれども、今日はお部屋の中でいっぱい遊んだり、お外に2グループに分かれて順番にお外に遊びに行ったりしました。やっぱり子どもたちすごい外遊びが大好きなので、こう遊具でいっぱい遊んでる姿を見ることができて私も嬉しかったです。また今日の給食なんですが、納豆が出ていたんですけど、子どもたち納豆を配ると納豆納豆ネーバネバって言いながら、ちょっと楽しそうにこう友達と一緒にこう言っていたりする姿も見られて、なんか嬉しかったです。はい、また園長先生からも昨日ハッピーポイントでお話があったんですが、つぼみさんのお部屋をちょっとリニューアルしまして、保育のちょっと仕方も変わっていきますので、園長先生や鈴木先生などの意見もちょっと聞きながら頑張っていきたいと思いました。これが私のハッピーポイントです。ありがとうございました。